ウタ先輩、もしかして新しいプロット思いついたってのは出まかせ。綺麗な夜景ね、愛のために。嬉しいわ、リンリック。ウタ先輩意味が。どうして彼女が。君が丘詩羽ね。そうやって特別扱いするからますます図に乗るんじゃないのかしら、あの金髪お嬢様は。そんな沢村さんは私たち1年にだって普通に話しかけてくれるし、そもそも彼女だって1年なの。ちょっと待って、今は彼女出かけてて。な、沢村さんはともかく先生に怒られます。昨日あなたの個人アトリエにお邪魔させてもらったわ。私は必死で抵抗するんだけど。あなたは人を楽しませるために絵を描いているわけじゃない、いわば復讐みたいなもの。それは読者があんたの作品に感動する理由は共感じゃない、単なる計算。けれどあなた、私のことテクニックで読者を操ってるって言ったでしょ。それって作家としては最高の褒め言葉よ。かもね、エリリ。本当しょうがないわね、リンリ君は。その悪いのだけど、追加の色紙2枚でお願いできるかしら。